大学生活最後のバカンス、最高の仲間と過ごす最高の時間。ジェットスキー盗んだ水上バイクで走り出した。彼らを待っていたのは最悪の2日間だった。恐怖と裏切りが交錯する、絶対絶望サバイバルスリラー。海上48アワーズ、悪夢のバカンス。海なんか来るんじゃなかった。